2010年ミャンマー総選挙は2010年11月7日に行われたミャンマー連邦の総選挙である。2008年制定の新憲法に基づいて複数正当性により行われた。2008年の国民投票で作られた新憲法に基づいて行われる複数正当性による総選挙である。両院制の連邦議会と14の地域。 衆議会の議員を選出する3つの選挙が同時に行われ、有権者は3秒を投じた。ミャンマー当局は選挙を民主化へのロードマップと位置づけている。議席の4分の1は軍人に振り分けられる。長年国家元首として君臨していたタンシ州へ国家平和発展表議会議長は総選挙後に引退するとされるが、タンシ州へは かつて独立のために政治家が軍の指揮官となった。我々は必要があればいつでも国政に参加し奉仕すると述べており、新政府発足後も政治に対する軍部の影響力は引き続き維持するものと見られている。ミャンマー民主化指導者であるアウンサンスーチーの党である国民民主連盟は選挙をボイコットすることを決定し、2010年5月に回答した。 アウンサンスーチー個人の投票権については、当初軍政側は認めなかったが、後に認めた。しかし、本人は投票のボイコットを表明、投票しなかった。出典駆動年博、2010年のミャンマー表に、2010年と1990年の、総選挙の概要、アジア同行年報2011年、399ページ。 37政党が選挙に参加した。2010年8月30日までに立候補の届け出をすることになっていたが、これには民主化勢力から準備期間が短すぎるといった批判の声が上がっていた。主な参加政党は以下の通り、など。選挙に参加した37政党のうち、1990年総選挙時からの継続政党は4党。 新規政党は33政党となった。なお選挙管理委員会に設立を申請し、政党設立及び登録が認められた政党は42政党であるが、総選挙参加要件である、最低3選挙区以上への候補者擁立ができず、連邦可連連盟など5つの政党が失格となった。選挙戦は、ミャンマー国軍が、後ろ盾となっている。 大政政党のユーズドップに小規模な民主化政党及び少数民族政党第三極形成を目論む BSPP の後継政党であるナップによる密どもえの構図となった。軍事政権が組織した連邦団結発展党は選挙管理委員会から選挙結果が発表されていない11月9日の段階で 独自集計の結果として、議席の8割を獲得したと勝利宣言した。国民民主勢力など民主化勢力の獲得議席は、少数にとどまり、選挙は不正であると訴えていく姿勢を示した。その一方で、シャン民族民主党やラカイン民族発展党などは、ユーズドップによる不正を認めつつも、時間とお金を無駄にしないため不服申し立てはしないと、表明した。 最終的な格闘当選者数は以下の表の通りである。軍政与党であるユーズドップは連邦議会と地域、衆議会のいずれでも8割近い議席を獲得して圧勝した。NLD から離脱した人々によって結成された NDF は敗北、旧政権政党、BSPP の後継政党である NAP も大敗を喫した。一方、少数民族政党は、 それぞれの地域において、前線検討し、シャン民族民主党がユーズドップに次いで、第2党に、ラカイン民族発展党は、第4党になるなどした。総選挙について、フィリピンは、茶番劇、アメリカは、見かけ倒しと批判していた。新国旗2008年に作られた、新憲法下で行われる2010年の総選挙後に、新政府受立の一環として、 ミャンマーの国名と国旗の変更が行われる予定であった。しかし、軍事政権は総選挙を前に国旗と国名の変更を行った。ミャンマーの選挙管理委員会は2010年10月18日に総選挙の際、外国の選挙監視団や記者を受け入れない方針を示した。選挙の正当性についての国際社会の疑問が強まっている。ありがとうございます。